エールフランス1611便火災墜落事故とは、1968年に地中海上空で発生した航空事故である。1611便は、コルシカ島のアジャクシオからニース行きのフランス国内線として運航されていた。しかし現地時間の午前10時半頃に着陸しようとしていたニースの沖合 40km の地中海で消息を絶った。 搭乗員に生存者はいなかった。事故の直前3分前に操縦乗員からトラブルが発生したと送信があり、機内で火災が発生したと告げていた。1611便の最後の通信は、このままだと墜落するであった。事故機の残骸は深さ2300メートルの海底で発見され、2年をかけてそのうち10トン弱が回収された。回収された残骸から、 事故機は海面に急角度で衝突したことが判明し、客室右後部から火災の痕跡が発見された。追悼被事故当時に行われた調査では、事故の経過としてまず右の便所とギャレー近辺から出火したとされた。出火原因としては、温水機の故障で電気火災が発生したか、便所のゴミ箱に乗客が火を十分に消していない。 タバコの吸い殻を捨てたことのいずれかだろうと推定されたが断定できなかった。また、急角度で海面に激突する直前に操縦不能に陥っていたことが判明した。その原因として操縦席に火災から逃れようとした乗客が殺到して操縦が妨げられたか、操縦士が煙を吸い込んで意識を失ったかのいずれかだとされた。 しかし事故から43年後の2011年、元フランス軍秘書官、ミシェルラッティが、フランスのテレビ局 TF1 の番組に出演し、あの事故は、フランス軍が誤って、a ル・フランス機を撃墜したのが真相だと証言した。彼は、当時フランス軍は、ルバン島のミサイルテストセンターで、死体空ミサイルの発射実験を行っていて、古い軍用機を、 テスト用標的として発射されるようにプログラムされていたが、レーダー探知範囲に入ったエールフランス機に誤って発射された弾頭はテスト用のダミーだったので命中しても空中で大爆発を起こすことなくあのような墜落に至ったと語った。これに対しフランス国防省は同年12月5日時点でコメントをしていない。h t t p w w w リビラタイムズ c o m インデックス、PHP、プロバンスコートダジャー、アーティクル、アイテムズ、TV ドキュメンタリーレビールズザットミリタリー、ミサイルギドキルマイナス95ピープルマイナス6308。ありがとうございます。